皆さんこんばんは。最近ブロガーになった元男の子の青木かのんです。今日はですね、かなりぶっ込んだ内容になりますので、そういうのが苦手な方は今のうちに停止ボタンを押してください。本当見てほしいんですけどね。今回は視聴者さんから質問いただきましたので、その DM を読んでいきます。性転換をこれからするものです。半年後に手術予定です。カノンさんの手術エピソードを聞いてちょっと怖いなって思う時もありますが、とても参考になるし勇気をもらってます。私も質問したくて、以前性転換手術の体験談を話されていたじゃないですか。どれも壮絶そうですが、その壮絶な中でもカノンさんが特に辛かったと思ったことは何ですか、とのことです。私が今まで体験してきた中で本当に辛かったことを紹介していきます。で、まずですね、私の動画を初めて見る方もいると思うんで、テンプレの説明をさせてください。私は見ての通りもともと男性なんですよ。で、今女性になって、いわゆる性転換手術を受けた人間なんですよね。なので下半身はおこちんじゃないんですよ。もうそれを取り除いて今女性器になってるわけです。で、手術の方法なんですけども、こうやってポコチンがあったらそれをカットして、私の場合は腸あるじゃないですか。腸の一部を切り取って、腸の管をその膣に代用してあれこれして、今ここには人工助成器があるんですよね。簡単に違いを股間だけで説明すると、子供が産めない女性みたいな、そういう感じの状態に今なってるんですよ。今までこのチャンネルで数多くの性転換エピソードとか、性別変えてこうだったみたいな動画出してきたんですけども、あんまり触れてない内容を今回ちょっと話していくので、よかったら最後まで見ていってください。では壮絶ランキング、レッツラゴー。毎日が生理です。お前さっき出産できない女の人みたいなもんだって言ったじゃねえかって言われると思うんですけども、誰が出血すると言った？さっき話したと思うんですけど、女性でいう膣に当たる部分、腸の一部を切り取って代用して作ってるんですよ。なので消化液、要は腸液っていうのがここに存在するんですよ。私生理なんだよねみたいな、こういう会話するじゃないですか。それに対して私たちは腸液です。はい、365日ナプキンをしなきゃ腸液で汚れてしまうわけですよ。それはもう私はずっと今まで続いてるわけなんで、慣れたっちゃ慣れたんですけども、それって異常なんですよ、そもそもが。で、それが死ぬまで一生続くって思うと、痛いとか痛くないとか、そういうとこじゃなくて、ある意味壮絶かなと思って3位にランクインさせていただきました。ダイレーションでございます。ダイレーションっていうのは、もともと男性が体に穴を開けるわけですよね。もともとないものなので、本能で傷口だと認識して自然治癒能力が働くわけですよ。ってことは100万円かけて頑張って作った股間が塞がれてしまうわけです。で、それを阻止しなきゃいけないっていうことで、こんぐらいのですね、棒があるんですよね、抗菌性の。それを手術の直後から一定期間、ほぼ毎日、いや頻繁に出し入れするっていう作業をしなきゃいけないんです。で、それがなぜ大変かというと、手術でそのえぐって作った穴ですよね、傷口なわけですよ。その傷口をズリ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 毎日1時間ぐらいやるんですよ。最初の1年間は毎日ですよ。思い出すだけで吐きそうになるっていう、もうそんぐらい本当に嫌なんですよ。で、初期の方なんかで言うと血がいっぱい出たりとかするんで、私の場合はですけども貧血になって一回ぶっ倒れたことがあります。それぐらいやばいです。ちょっと脅すような感じな言い方になっちゃってるんですけども、まだ私を抑えていってるぐらい、もうそれぐらい大変です。じゃあ1年間ダイレーションやったらその後はやんなくていいのかっ
って言うと違います。今でもやらなきゃいけません。ただ毎日はやらなくていいんですよ。だいたい今の私で言うと週に1回やるかやらないかみたいな、たまにサボり気味になったりもするんですけども、週に1回ぐらいがみんなの、その平均的な回数なんじゃないですかね。以前私1ヶ月ぐらい放置しちゃったことがあって、久しぶりにやったダイレーションの一発目がちょっとなんだろう、狭まってないみたいな、もしかして埋まってるんじゃないのっていう、ちょっとピンチになりました。なのでダイレーションはしっかりやりましょう。では1位を発表していこうかな。ちょっと待ってくださいね。なんかね、さっきから喋りまくってるんで乾燥してきた。やばい、ちょっと衣装さん助けて。あ、変えないですか。あ、大丈夫です。そしたらそのままやります。すみません。私も思い出すだけでだいぶトラウマになるレベルの内容なんで。1位はおしっこです。え、おしっこって何みたいな感じじゃないですか。おしっこが本当に大変なんですよ。おしっこなんてこうやってみたいな感じでしょ。そんな甘くないんですよ。おしっこができないって、おのおの地獄だよ。ちょっと大場目に言ってると思うんですけども、私は何回もそれで死にかけました。まずですね、その手術の直後からしばらくは股間、要は尿道にですね、カテーテルという透明っぽい管がぶっ刺さってるんですよね。手術直後ってトイレに自分で行けないじゃないですか。なのでおしっこを取ってくれる機械をここにつけてるんですよ。しばらくしたら自分でおしっこをするための訓練でカテーテルを外すんですね。あー久しぶりのおしっこだって言って出そうとするじゃないですか。なかなか出ないんですよ。その時が本当に辛くて、なんで出ないかっていうのはいろいろ要因があるんですけども、大まかに2つです。まず手術をした直後はもう本当にここぐじぐじにもう産んでるんで、もう尿道もパンパンに腫れてんですよ。猿のお尻みたいなんですよ。パンパンに腫っているもんだから尿道が詰まったみたいな感じで出せない。で2点目が、男性時代におしっこする時のような感覚でおしっこができないんですよ。その尿道の長さも男性と女性って違いますし、踏ん張る位置も違うんですよね。なので男性の時の感覚でこうやってウィーンってやっても出ないの。なので私はいつもトイレする時に看護師さん呼んでですね、めちゃめちゃ恥ずかしいんですけども、おしっこ出すのを手伝ってもらってました。頑張ってもやっぱり出ません。そんな時にですね、伝説の剣を持ってくるわけですよ。ごめんなさい、ふざけました。綿棒ですね。綿棒みたいなものを猿のお尻みたいにパンパンに腫れた股間にプスッてこう刺すわけですよ。青木さん、ここが出るとこだから頑張ってねみたいな感じでプスッて補助してもらうわけですよね。それでちょろちょろとこう出るわけです。ただそれでもなかなかうまく出ません。しかもそれだけではなくて、傷口なわけなんで全部が。どういうことかっていうと、おしっこをするときにめちゃめちゃ染みます。激痛なので、結局私はまたカテーテル戻りっていう、そういうことを何回も繰り返してトイレトリーニングを重ねて一人で出せるようになっていく、そういう感じでございます。なかなかないですからね、他人に綿棒を刺されるっていうのはこれが私の手術をしてからの壮絶なエピソードです。少しでも皆さんの参考になれば幸いです。今回の動画が少しでも楽しんでいただけた方は、グッドボタン、チャンネル登録、評価お願いします。 Twitter、Instagram、あと TikTok と、ノートもぜひ画面の下からチェックしてください。また次の動画でお会いしましょう。